伝説のアイドルグループ、キャンディーズの元メンバーで女優の伊藤蘭が16日、自身のインスタグラムを更新、夫で俳優の水谷豊と俳優の寺脇康文とのスリーショットを公開した。伊藤は、こんにちは、ラジオ、蘭通流、月一のオネアがやってまいりました、と思ったらなんともう最終回、とコメント、そしてこの度またまたありがたいゲストにお越しいただきました。と紹介し、テレビ朝日系の人気シリーズ、相棒、でおなじみの水谷と寺脇を交えたスリーショットをアップした。自身のラジオ番組については、50周年に向かい番組を通して皆様と交流の場所を持てたこと、幸せに思っています。と振り返っている。さらに寺脇も自身の SNS で、夢のような光景でした。目の前に豊さんと蘭さんが向かい合ってる。そこに俺が混じってる。何喋ったか、覚えてない。と興奮気味に語り、共演の様子をアップした。これらの投稿にフォロワーからは、蘭さん、1年間お疲れ様でした。すごすぎます。豪華な共演ですね。素敵なスリーショット。すげえ、リアル豊さんご夫婦と共演とは、などの声が寄せられている。伊藤はドラマで共演した水谷と1989年1月に結婚、90年に長女の女優、しゆりを出産した。しゆりは、NHK の23年度後期の連続テレビ小説、ブギウギ、のヒロインを務める。